はいみんな、今回のショート動画では超ホットなテーマをチェックしていこうぜ。なんか最近のニュースってハマスとかパレスチナとかイスラエルってキーワードばっかりだよね。でもメディアが隠しちゃってる情報もあるんだって。今回の本ハマスパレスチナイスラエルでは著者の飯山あかりさんがそんな隠された事実を暴露しちゃってるっぽい。これ見ればもっと深く知れるかも。ってことで気になる人は要チェック。ハマスパレスチナイスラエルに興味のある人、本で見落としてる情報も手に入れよう。それじゃあまた次回のショートで会おう。バイバイ。